皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日も、ライダーのアドレスに、終わりの錬金術師と秘密の動き、やっていきましょう。ということでですね、前回ね、言ってた、ノーマルクエスト、ね、レディアントプレートの納品って、レディアントプレートね、なんとかね、サプライポットやね、確かね、それからね、レシピ入手することができるようになりまして、ようやくできました。なのでね、作っていこうぜっていうね、感じですね。そんなに入れんで。うん。ん？あれ？何入れようかな。あ、調合開始。あ、そこでいい。調合開始できるんじゃよ、もういいっすね。納品するだけなんで。自分が切るわけじゃないんで。それにね、このレディアントプレートのレベルのやつ、レベル見てもらうと分かるんですけど、16なんですよね。どれにしよう、初めて撮った時、えってなったよな、ほんま。ほんまに。レベルアップ、入れる場所はどこに入れよう。ああ、ここね。何入れようかな。何入れようかな。適当でいいんちゃうかな、やな。あれ？あ、こっちも。マジで。オッケー。まあ、適当でいい。3つなんでね、3つ。3ついるんでね。どれにしようかな。入れる場所。よし、残り1回。入れる場所は、入れる場所は。あれ？ああ、オッケー。適当でいいんちゃう？入れる場所。あれ、あ、またこっちもやった。入れる場所。オッケー。よし、終了。よし、これにてね、ノーマルクエスト。フィルフサの戦いに備えて、やつはクリアしたわけなんだが、危ない。オーリブでしたよね、確かね。いや、ほんと、これするのにさ、3、4時間かかった。マジで。ちょっときつかった、マジで。かっこいいきついノーマルケースだったね。そういうことですね、これね。で、どこだっけ？上か？ちょっと分かってないか。どこに行こうかな？上ですね、多分ね。わからぬ、あら。オッケー。このノーマルクエストね、初めて見たときさ、絶望しかなかったんやけど、なんとかね、スーパーレアの鍵作ることに成功しまして。なんとか。それのおかげでね、こうやって今、できてるわけなんですよね。こっちだってんの、これ。なんか違う気もするが。なんだ、合ってるのか、これは。不安だわ、合ってるのか。私も。あれ？ちょっとノーマルクエストにやっていこう。初めて異界に来た者たちは、みんな似たようなことを口にする。あっちか、あっちか、あ、なるほど。あっちかってなった、ほんま。こっちね。合ってんのか？そもそも合ってんのかってね。ことになっているが、合ってる。ちょっと邪魔やろ。あ階段の段で、あ下は、あ、こっちや。オッケー。わかってなさすぎかやね。ちゃ、バツバツ。僕を用意してくれたのか？うん、したで。あんたのためにね、スーパーレアの鍵作成するところからやって、ようやく終わったね。これで大丈夫？ね、これで大丈夫ですか？素晴らしい。これほどまでに頑強な、僕は見たことがない。
我ら総派士族はフィルフサと数えきれないほどの戦いを続けているが、常に無傷とは限らない。だがこれほどの防具があればその心配もかなり減るに違いない。よかった、喜んでもらえて、それに本当に元気になったみたい。自分だけでなく仲間が傷つき倒れかねない事態をこれで大きく減らすことができるのだ。これほど嬉しいことはない。これは私の感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。おう、なんだ、イフェスネイベスティオのレシピなんか来ましたね。あとSPもらってましたね。戻ろうか。多分これもイフェスティオのレシピね。イフェスティオなんだろうね。武器か防具かどっちかだ。比較的正常な場所が残っている。でそれが分かっただけでも何作ろうかな。今回ねこれ作るわけなんですけど、ちょっとイフェスティオなんだろうっていうね気がしてならんから一旦見るわ。あった。あ、双剣ね。あ、タオの武器ですね。きっとこれね。ここら辺まだ作れてないんでね。何作ろうかな。まあ、いいんちゃうかな。なので今回も異空の研究機ね作っていきましょう。もういらん、いらんで。いい感じだ。よし、素材不足じゃないか。完成。よし、異空の探求機作り終えまして、ストーリーが動き出す。できた。これはかなりの自信作だよ。ほう、海図に何やらくっついとるの。何やらくっついたら、うまく組み合わせないと力がちゃんと伝わらなくて調整が大変だったんだよ。ほら見て、この光。頭が折れるみたいな。あと一歩のところまで来てるよ、きっと。ってことはもうそろそろストーリー終わるんかな。アンペルさん、そろそろ僕らにも分かる言葉で今どんな状況なのか教えてくれないかな。そうだ、そろそろいい頃合いか。分かった、現状を整理しつつ説明しよう。待ってましたテント。まず前提からだが、空剣島を守る、これが我々の目標で、そのために必要なことは。突然出現した科学軍刀をどこか遠くに移動させるか、出てきた時みたいに消しちゃうことだね。出てきた時みたいに。そうするにはあの島を操る装置を見つける必要があったんだが、中核と思われた宮殿は空だった。遺跡の作りとしても、あの宮殿以外にはその手の装置が備えられてるような施設が見当たらないんだ。そこで、あの宮殿内にあった無念の痕跡から、あの島は入り口か起点でしかないのではと考えた。今もしきりに大天のうちにいたれって聞こえてくる。やっぱり何かあるのは確実なんだよね。異物から見て挫折者たちも同じく石室から門を開くことで大天に至れると考えたようだ。そこでエミルさんや他の錬金術師たちは流脈による転移を研究していたんですね。ああ、だがその方法では世界の壁を越えることができない。あいつの手法は失敗だったんだ。でも私たちにはオーレン族、カラさんとの友好の証がある。今作ったこれの中心の方を見て。
他の星に紛れて見えづらいけど、大きな輝きが一つあるでしょ。そうかい。これが。そうかい。私を呼ぶ神代の民の根拠地、英知の神殿を名乗る城塞都市、万象の大殿だよ。ってことは、あとは乗り込んでやっつけてライザを解放させりゃ一番の目標は達成じゃねえか。ありがとう。でも話ではなんとなく流してたけど、実は肝心な問題が一つ全然解決してないんだ。それは？他の挫折した錬金術師たちと同じ、世界の壁を越える方法だ。世界の壁を越える？奴らが絶対優位を保つための技術だ。おいそれと触れさせはしないわけか。でもそれは変だよ。向こうから招いてるのに、その手がかりらしい情報もないの？うん、軍刀を調べても手に入ったのは遠くに伝える力だけ。世界の壁を越えられないから、位置が分かっても伝える力が強くても意味がないんだよ。ふむ、現状はまさかの手詰まりじゃったわけか。アンビル、まあ、そんな感じか。打開策らしき心当たりもないのか？悔しいがない。まるで暁がないほど世界の壁を越える技術だけが綺麗に抜け落ちている。抜け落ちてる。こうなればまた行ってみますか。心底嫌だけど、こっちが何か積み上げるたびに発見がある場所だからね。まあそれはね。まさかライザ。カーク軍と全ての始まりの場所に行こう。全ての始まりの場所。軍刀の一番奥。ああ。この扉まで行こう。いつもの場所ね。何かあるとすれば、あそこしかないだろうな。あそこしかないのかい。じゃあ、後で戻らぬ。空剣刀周辺、化学軍刀の中の、ここですね。え、あれ？こんなところ。長押ししてたもうようや。万象の大殿に関係のある島。こういうのは取っとく。興味深い場所だ。おお。どんな素材も無駄にならないからね。からね。うに。言うとこ。自分で言うとこやね。誰も言わんから。奥なんだが、あ、こっちか。やってきました。いつもの場所。この奥に入っていくと何かありそうなんで、ここら辺からね。いや、ここからやね。ちょっと、押さないでおこう。怖い。R1 を押せない。押せないというか、押さない、ね。感じですね。この中だったか。よし、来た。いろんな罠や仕掛けを見てきたけどよ、やっぱりこの石室はおかしいぜ。作りが雑すぎる。雑すぎるんか。確かにな。外観との異常な格差からしても何かしら意図があると考えるべきなんだが。錬金術師二人、さまざまなものを見て回り、積み上げてなおその世界の壁を越える力の解明には足りぬのか。足りないよ。だいたい世界の壁を越えるなんて一生かけて実現できるかも怪しい超のつく技術でしょ。これ文明やね。錬金術師全員にそこまで無謀な研究を促すとは思え。必ず奴らの模範解答があるはずだ。腕に覚えのある錬金術師たちが引っかかるような、でも用意された材料でたどり着けるような何か、思うはず。
大半はこの宮殿内に疑似的な門を開くことでせめて手がかりでも得ようとしたようだが。かように無残な有様か。やはり地表部分に仕掛けらしきものはないな。この島は綺麗すぎる。そうそう、本当に綺麗に作られすぎてて、余計な仕掛けを作るだけの可愛げが見当たらないんだよ。可愛げ、そんなものなのかな。私は少しわかりますけど、だからといってお役には立てないのが口惜しいですね。役に立つまで鍛えるしかないぞ。鍛えるしかないぞ。そうですね、もっともっと頑張らないと。まったく、立派な外見に硬い扉を備え付けて中身がこれとか、よっぽど根性がひねくれてんだろうね。それは現物を知るわらわが保証するぞ。保証されていく。まあ他でやってた悪さと比べたら、こんな開けてびっくりないたずら程度。ライザ、どうかしたの？例の声か。大丈夫、少し考えてるとこ。そう、そうだよ。私は開けたらこの部屋だったから驚いたんだ。そう感じさせたものは一体何？私は何を見て感じてそんな期待を持った？最初の最初はどこで何をしてた？私は最初にここで、そうだ、鍵を作って、いや違う、鍵を作らされたんだ。ライザ大丈夫？心配されてるよ。うん、なんともないよ。それよりアンペルさん、リラさん、あいつらが何をさせたいかは分かったよ。本当か？やっぱり私たちが作るべきは鍵で、開くべきは扉なんだ。鍵か。今度はどこの扉を開けるというんだ？私たちが入ってきたあの扉だよ。え？でも、はあ、これはまた面白いことを言うの。確かに言うの。まあ正直ライザ姉の考えの半分も分かってないが、でもライザ姉を信じてここまでついてきた。それで悪いことが起こったことはない。良き錬金術師だもんな、ディアン。じゃあな、最後まで共に行くのみよ。みんなもありがとう。アトリエに戻って最後の鍵を作ろう。開いている扉を開く。おお。ライザの考えることはわからないな。確かにわからない。誰にもわからない。いつも想像を超えてきます。ああ、信じ、ついていくのみだ。